あ、入ったかな。聞こえてるかな。聞こえてるかな。あ、大丈夫そう。ありがとうございます。こんばんは、ショッシーの話です。外からです。ありがとうございます。今日は7月の11日の木曜日の放送です。木曜日なので金子が一人でお送りしますが、今日はちょっと外なのでちょっとスタートも遅くなってしまったんですけど、ごめんなさい、ちょっと15分ぐらいでちょっと短めの日です、ごめんなさい。あ、 iPhone 見れるようになってる。なんで iPhone でやってるのに iPhone の時 iPhone 見えないんじゃないのかな。なんだろう、俺の携帯が iPhone じゃなくなったのかな。それか、見てる人のが iPhone じゃなくなったか。なんかが良くなったか。こんばんは。あ、皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。金子でございます。今日はちょっと外から、今、帰り道ではないんですけど、今日は外からちょっと、お送りします。すごい、なんでだろう、 iPhone だけど見える、聞こえる。わあ、でもすごい、よかったです。ありがとうございます。 iPhone の方も、今日はですね、木曜日だったので、ポンに行ってきまして、見れない地域の方、見てない方いらっしゃると思うんですけども、毎週突撃、有名人に突撃をしてるんですが、今日はというか昨日か行ったのは、今回突撃させていただいたのはモデルの道端アンジェリカさん、大きかったです、背が。寝起き？寝起きではないんですけどね、おかしいな。外も涼しいです、すごい暑いです。眠そうか、あんま変わんないんですけどね、そんな眠くないんですけど、今日はその道端アンジェリカさんのところにですね、突撃で行きまして、見えない方のためにですね、多分見てくれてる方が女性の方が多分多いのかなと思うので、美容法を教えていただきまして、なんとお風呂上がりというか、お風呂で全部体とか洗った後、裸のまま炭酸水を体にこうかけるんですって。なんかそれがすごくいいんだって。なんかそれがね、普通の100円とかで売ってるコンビニとかの炭酸水でも全然いいらしくて、なのでぜひよかったら、今日まだ入ってない人はお風呂上がりにやってみてください。僕もちょっと今日ちょっと試しにやってみようと思って、ちょっと買って帰ります。はい、で今日はね、ポンの後またちょっといろいろやって、ほいで門座に行ってね、ライブの前ぐらいにちょろっと行って、ライブやってたんですけど、ほいで、もうおしまい、今日はおしまいでした。
眠そうかな。そんなに、お普段そんなに起きてそうな顔してんのかな。逆に。炭酸水の話なんかの番組でも言ってた。あ、そうなんだ。なんかすごいいいらしいですよ。なんかシワシワのところがなんだっけ、なんか綺麗にしてくれるんだって。もうよくわかんないけど、代謝を良くするって言ってた。なんでよかったらやってみてください。なんか涼しそうだし、なんか夏暑いお風呂上がりにやるのちょっと良さそう。ああ、いつも眠そう。いつも眠そうかな。あ、そっか、普通の人はもうお風呂入ってる時間なのか。そういえばユーストリームがあるから絶対に12時ぐらい過ぎるな、お風呂入る時間。あ、カメラの位置が下の方だから眠そうに見えるんじゃないですかっていうご指摘もありますよ。というかここはね、今日ね、ちょっとなんか人がいっぱい通るからあんまり大きい声出せなかったのです。ちょっとまぶたが腫れてる感じがする。くすぐったそう。くすぐったいかな。くすぐったくないけどな。炭酸水ね、僕もちょっとかけてみようと思いますよ。なんかほんと涼しそうでいいなと思った、単純に。あ、言ってた。血行を良くして化粧水の浸透も良くなるとおっしゃってました。うん、化粧水を使う人はよくわかんないですけど、シャンプーに混ぜるとか。ご近所の片山さんはいないんですか。あ、片山さんなんか今日はなんかもう今日ね、本当は出てもらおうと思ってで連絡したら、あのもう飲んでるっつって、お酒飲んでるからっつって、また来週ぐらいにちょっともしあの片山さんの予定も合えばやっておきます。手首、ああ、手か。手、もうね、だいぶいいんです。だいぶ。ありがとうございます。ほいです。あの、新成塾っていうライブがあるんですけど、その、前も言ったかな。多分、南川さん来た時とかにも言ってたけど、あの、新成塾のね、ロケで、なんか漫画にありそうなことを全部実際やってみるみたいな。ロケに片山さん行ったやつの VTR をあの撮ってきたらしいので、それがちょっと新成塾で見れると思うので、ぜひ皆さん来てください。炭酸水やってみたら感想ください。あ、そうですね、ちょっとやってみたら言います。なんかたまにでいいらしいですよ、週2回とか。いいって言ってました。なんだっけ、あれなんだっけ、あ、そう、この間ね、なんだっけ、何で言ったんだっけ、ポンじゃないよな、なんかで日本テレビに行った時にツインテルにたまたまあったんですよ。魔石のツインテルに、ヒルナンデスの前説で言ってたって言って、ポンの後の番組、ヒルナンデスの前説にしたって言って、なんかテレビ局であのすごい変な感じ、ツインテルは特になんか変な感じがする。アウト。炭酸水痛くないんですかね。飲むの舌ピリピリして苦手ので。あ、どうなんだろう、やっぱシュワシュワすんのかな。確かにな、なんだっけ、
レモンサワーとかさ頼んだ時にさ、サワーのグラスの中にさレモンが埋まってるでしょ。あのレモンの立場みたいなことですもんね。なんかテレビもすごいやってるけど、むっちゃ猛暑なんですね。昨日もなんか帰るときね、なんか、夜、もう終電じゃないけど、12時前ぐらいの電車乗ろうとしたら、新宿27度とかあったもんな。新しいお家に誰か呼んで配信しないんですか？ああ、そうですね。それも別にいいんですけどね。片山さんしかまだ来たことないな。片山さんとね、この間なんか、先々週かな、バチバチを一緒に、なんか遊んでて、で、バチバチできてる始まるから帰りますって言ったら、片山さんも来て一緒に見てました。そうだね、家でもいいんですけどね。うん、今日ちょっと用事があってちょっと出かけてて、今外に出てて。あ、なるほどね、炭酸風呂とかもあるくらいだから多分大丈夫。確かに炭酸風呂ってあるの入ったことないけど。じゃ、いいんだな、やっぱ、きっと。なんか全身どこかけてもいいって言ってたもんな。炭酸の錠剤みたいなやつをお風呂に入れたら肌が弱いから痛くなった。そういうのもあんのか。バブみたいなやつじゃなくて。群馬39度。うおー、すごいな。39度。へえ。ん、そういえばおとといバイト先のカフェに来たお客さんが兵庫さんのホスト時代の後輩の方でした。へえ。天沢くんが、天沢くんのことだよね多分ね。へえ。あのユース以来そういえば会ってないけど、元気なんだろうか。炭酸温泉ね、炭酸温泉も聞いたことあるな。うん、あ、北海道は夜涼しい。そっか、やっぱ違うか。いいな。新潟に、僕新潟出身なんですけど、新潟もそんななんか夏むっちゃ蒸し暑いみたいな記憶ないんだよな。やっぱこっち来て暑いなと思うもんな。金子さん汗かいてないですね。嘘、むっちゃベタベタです今。ずっと外いたからむっちゃベタベタする。夕飯はまだ食べてないです。今ね、夕飯はごちそうになっててですね。今から。で、それまでの時間になっちゃうんですけど。泡風呂とかね。スーパー銭湯行きたいもんな。北海道でも20度くらいあるのか。あ、東京の単独に来ていただけるようで、北海道の方気をつけてください。暑いですよ東京。あれがね、むっちゃいいって、冷たいやつ、布団の冷たいマットみたい、ジェルマットみたいなやつ、なんか中にジェルが入ってて、それでお布団入った時キヤッとするやつがなんかすごいいいんですって。なんか今日ポンの中のポシュレで言ってた。ちょっとなんか普通洗えないから汚れちゃうんだけど、なんかそれはちょっとなんだろう、お風呂場とかで普通に洗ってもいいやつみたいな。
あれいいっぽいっすよ。銚子は夏涼しくて冬あったかい。銚子ってどこでしたっけ？千葉かな。猛暑日はでも今週いっぱいみたいです。あ、そうなんだ。じゃあ来週は綺麗な感じになるのかな。仙台まずい。もう日本中だな。じゃあ金子は暑がりか寒がりか。でも、どっちだろう。あんまなんかそんなにどっちも大丈夫なんですけどね。暑い方がでもどっちかというと嫌かな。冬の方がまだいいかも。ウォーターベッドっていうか、なんかね、なんだろう、ひんやりするマット。凍らせて冷たい枕を使っている。凍らせて、あの風邪の時のやつみたいなやつかな。単純に普通の枕を凍らせてんのかな。銚子は千葉県の端っこ。長崎も蒸し暑い。すごいな、本当全国の人が見てるの今。熱中症話。熱中症ってなったことないんだよな。どんな感じなんだ。でもなんかニュースとかでやってるもんな。なんか体育の授業中倒れたとか。僕ね、ちょっと骨折とかもしたことないんですよ。あんまり大きい怪我とかそういうのになったことなくて。ないな。単独の準備進んでますか。単独の準備進んでますか。単独の準備。あ、これわかるわ。毎朝の通学電車、おじさんがみんな肌ベタベタしてて気持ち悪かった。肌っていうかね、もうみんな汗かくから仕方ないんですけど、もうシャツびしゃびしゃの人とむっちゃくっつくのがむっちゃ嫌かも。ヒーって なるな。やっぱり雪国出身だから冬の方がウキウキする。ウキウキ。でも海とか見た方がウキウキするな。なかったから海が。僕山奥だったんで家が。金子は日焼け止めとかはつけないですね。持ってないです。あ、枕もそうか。枕も凍らせると冷たくなるジェルの入った枕か。そのジェルマットもあれなんだよね。なんか別に冷やさなくても使う時だけまた冷えてるみたいなこと言ってたけどな。あ、昨日熱中症になった。大変だ。熱中症ってなってすぐ治るものなのかな。ちょっとお大事にですね。あ、みんな凍らせる枕とか使ってんの。なんかお風呂場にキュッて
お風呂上がりとか暑いとこから一気になんか体温を冷やしたらむっちゃ寝つき良くなるらしいですけど、でもなんか別でなんかね、お風呂上がりはすぐエアコンに行かないでなんかちゃんと汗かいた方がなんか代謝が良くなるって言ってましたよ。汗蓋しちゃうんだって、急に冷やすと。いつか単独でも九州来てください。そうっすね、行きたいですけどね、単独じゃなくても、うん、熱中症で救急車で運ばれる。あ、救急車も乗ったことないな。この前金子さんの脇汗すごかったですね。なんだろう、何の時だろう。むっちゃ汗かくんですよね僕。なんか代謝が多分良くても全身むっちゃ汗かくもんな。そっか、だから夏の単独っていつも多分びしゃびしゃになってるイメージあるもんな。時間大丈夫ですか。あ、まだなんか大丈夫みたいです。うん、あ、でもそろそろか。え、冷凍庫でも冷やして食べられる生ラムネ、そんなんだ。ごめんなさい、ちょっと短くなっちゃったあれなんですけど、明日が門沢でこの間南川さんと篠宮さんも告知に来てくれましたけど、ノーセンスユーモア王決定戦というライブがあって、ちょろっとだけ僕らも出させていただくので、よかったら皆さん遊びに来てください。うん、基本ちょろっとだけなんですけど、はい。あと何だろう、木曜夜、金曜、うん、そんなもんか。あと今ね、今毎日かな、新しい嵐が夜中番宣みたいな、番宣番組みたいな、嵐のメンバーが一人ずつ順番にやってて、あれ初日見たんですけど二日目見てなくて、毎日やってんのかな、なんかあるので、そちらもよかったら見て、僕らは2週目の大野くんの回なんで、よかったら見といてください。はい、まあ、僕らも本当ちょろっと出させてもらうだけなんですけど、はい、そんなところだな。うん、そんなところだ。うん、今ねすごいね、通りをね挟んだところのカップルに警戒されてるっぽいですよ僕。うん、のでちょっとこの辺で今日は終わりにしたいと思います。ちょっと短くてすみません。また明日ユーストリームいつも通りの時間で多分やると思いますので、ぜひ皆さん見てください。あとライブも遊びに来れる方はぜひお願いします。ということで以上、ウショシティの話シティでした。おやすみなさい。ごめんなさい。